大丈夫？ちゃんと寝てる？うん、大丈夫。だけど、まだユキに響くような曲は作れてないから、今度こそ完成させないと。そっか。僕はどの曲もいい感じだと思ったけどな。ユキは何が足りないんだろう。さあね。ユキのことなんて分かるわけないじゃない。それじゃあ話が終わっちゃうじゃん。それに、ケイだってこのままじゃ倒れちゃうよ。何でもいいから考えようよ。何でもいいって。でも、一番ユキが反応してたのって、マリオネットの曲？そうだね。あの時は、ユキが感じた、言葉にできない思いを歌詞にしてもらったんだけど。言葉にできない思い、か。もしかしたら、インスピレーションが足りないのかも。インスピレーション？うん。マリオネットの時って、言葉にできない何かを何とか表現したくて歌詞にしたって感じでしょ？だから、Kの曲からインスピレーションを得られれば、ユキだって何か感じられるんじゃない？何か。うん。私も、ほら、あったでしょ？もうどうでもいいやって思ってた時に、Kが私のために曲を作ってくれて、それを聞いたら、胸がギュッとなって、また書きたくなったんだ。変なの。Kの作る曲って、なんていうか、自分に寄り添ってくれてる感じがするんだよね。ユキも、Kの曲を聴いてそういう気持ちになれれば、また何か感じられると思うんだけど。なるほどね。そっか。前に世界にいたユキのために作った曲も、エナナンに届けようとした曲も、とにかく必死で作った。もしかしたらまた、あの時みたいな、無我夢中で作る気持ちが必要なのかもしれない。でも。新しいデモ、できた。マリオネットの曲やエナに届けた曲のことを思い出して作ってはみたけど、この曲が本当に真冬に響くのかな。わからなくなってきた。何かヒントが、せめて意見が欲しい。でも、こんな朝早くじゃ誰も。あら、どうしたの？難しい顔して。え？うわ！ルカ？どうして？ふふ？曲作りが進んでいるかと思って。調子はどう？とりあえず、新しくできたけど。ねえ、ルカ。よかったら、聞いてもらえないかな。今ちょうど。誰かの意見が欲しいと思ってて。私でよければ、もちろん構わないわ。いらっしゃい、かなで。じゃあ、早速聞かせてもらおうかしら。うん、お願い。どうだった？とても素敵な曲だったわ。でも、この曲じゃあ、あの子を迷路から救い出すことはできないでしょうね。それに、あなたにも見えていないんじゃないかしら。この曲のたどり着く場所だ。たどり着く場所。この曲は、聞いた人をどこにたどり着かせてくれるの？終着点がどこなのか。あなた自身が理解しなければ、この曲を聞いたとしても、どこにもたどり着けない。
それどころか永遠に暗闇の中をさまよい続けることになる。私はそう思うわ。それって私に言えることはここまでよ。あの子を救い出してちょうだいね。ありがとう、ルカ。もう少し考えてみる。え？ルカ？あら、そんなところにいたのね、メイコ。しろきらしいわね。ずっと気づいていたでしょ。ふふ。それより、どうしてずっと見ていたの？あの子に協力してあげればよかったのに。私は、そういう関わり方はしないようにしているの。さっきの言葉は、奏の曲を大きく変えるかもしれない。下手をしたら、もっと迷走する可能性もあるわ。だから、ああいう不安を煽るようなやり方は、やめた方がいい。そう？私はそう思わないわ。見守るのは大事だけれど、停滞しているなら今のあり方を揺さぶって壊すことも必要だわ。私はそのためにここにいる気がするの。壊す？ねえメイコ、あの子、次はどんな曲を持ってきてくれるかしら。はあ、何を願って、どこにたどり着きたいのか。どういう意味なんだろう。うわ、アラーム？一体何の？そうだ。今日、お父さんの病院に行く日だった。早く支度しないと。俺。また雨。最近ずっと天気が悪いな。うん、ぼんやりしてないで早く行かなくちゃ。